東京メディアシティ、東京メディアシティ、東京メディアシティ、東京メディアシティは、東京都世田谷区木沼にある、テレビスタジオ。略称 TMC、映像制作会社の国際放映が建物を所有、管理している。内部には、TBS、関西テレビのスタジオが、角2、国際放映直接管理のスタジオが3、国際放映直営に、テクノマックス、 テレビ東京のグループ会社運営一の、計7つのスタジオがある。うち、関西テレビのスタジオは、同社の系列会社が運営しており、レモンスタジオの故障がある。TBS のスタジオは、緑山スタジオ、横浜市青学の運営主体である、緑山スタジオシティ同所も管理しており、緑山との区別をつけるために、通称、キヌタスタジオと呼ばれている。TBS。 関西テレビのスタジオはあくまでも、同社管理のスタジオ、国際放映は、TMC の建物管理のみの扱いであるため、スタッフロールでは、緑山スタジオシティ、木の田スタジオ、レモンスジオ、関西テレビレモンスタジオと表記され、国際放映直接管理のスタジオも、TMCA1、国際放映などのような表記となり、正式名称の、東京メディアシティという表記がされるとは、 ほとんどない。逆にスタジオを収録で利用する出演者や一部のスタッフにとってはスタジオごとの管理運営者が異なることはあまり関係ないため、キヌタ、キヌタスタジオ等と呼ばれており、放送上で本施設を言及する場合この名称で故障される場合が多い。国際放映は阪急阪神東方グループに属するテレビ番組制作会社。もともとは大手映画会社。 新東方で、同社倒産後の1961年、昭和36年に、東方、TBS フジテレビの出資による新会社、日本アートフィルムカンパニーとして改組。3年後の1964年、昭和39年、社名を国際放映に改めた。以降、映画撮影所の大部分を、日本大学に譲渡し、現、小学部敷地、残地に残った、 映画撮影用スタジオをテレビ用に転用して番組制作を行ってきた。その後、テレビドラマ制作の主流がフィルムから VTR へと変化したため、建物の老朽化と相まってスタジオを改築。国際放映と同じ阪急阪神東方グループ、厳密にはその中の阪急阪神 HD グループの関西テレビも参加し、1992年、平成4年、 東京メディアシティが誕生した。完成当初は、主として、TBS、富士テレビ、関西テレビの全国放送番組がここで収録、及び生放送され、関西テレビ以外の在反他局、特に毎日放送、ABC テレビや在名他局、主に、東海テレビ放送も、東京での番組収録にはここを使うことが多く、CM などレンタルによる収録も多い。 ちなみに日本テレビ系の番組は、川崎市多摩区に生田スタジオ、スタジオ数3、主にドラマ用があるため、同社系番組で TMC を使用することは、あまりない。一部の例外として、ドラマ、ドリームアゲイン、2007年10月期は、キヌタスタジオで収録が行われていた。ただし、単発枠での番組においては、外部の制作会社が、 スタジオの確保等も含めた完全パッチ形式で制作する場合が多いため、最近では以前に比べて使用される機会が増えている。これは本社や工事待ち分室も含めて日テレが通常の番組収録に使用できるスタジオの数が他局と比べて余がないからである。なお、フジテレビは2007年9月14日に本格運用を開始した新自社スタジオである。 フジテレビワンワンスタジオに全面的に機能を移転したため9月末をもって TMC を退去したこのため A1A2 スタジオは管理主体が国際放映に移り管理者直営となったただしフジテレビとイーストエンターテインメントが共同制作する番組は引き続き TMC で収録されている A1 スタジオはテクノマックスが運営していた 東京タワアースタジオが2012年9月末をもって閉鎖されたため、同年10月から国際放映からテクノマックスに運営が移管され、管理は国際放映のまま東京タワアースタジオに代わるスタジオとして運営を担当している。テレビ番組及び CM の撮影が主体であるが、映画撮影のスタジオとして使用されることもある。 アクセスが便利な立地にあるためタレントからの人気が高いことでも知られている。祖師ヶ谷大倉駅から徒歩で行けるほか、世田谷区内に自宅を持つタレントにとっては他のスタジオよりもこちらの方が近い。そのたた数、そのたた数、すべての作品が TMC-1 スタジオで制作されるわけではなく、実際に制作に携わるプロダクションによってスタジオは異なる。 制作を手掛けるプロダクションがスタジオの確保を含めて担当する目。その他多数。また、ABC 制作の騎士特番にもよく使用される。東京メディアシティ内の1階にある飲食店。一般人は入店が不可である。数多くの芸能人が行きつけの店となっており、マスターの福田沖広は親しい芸能人も多い。食事に来た芸能人に お土産にクッキーを5枚くらいあげたり、自宅の庭で採れた柿を渡したり、収録でミスをして泣いていたアイドルに対し、慰めながら、みたらし団子を10本にあげている。福田は、芸能界の裏事情にも詳しい事情通りとして、BS スカッパー、千原ジュニアの芸能人しか見ちゃいけない TV に、VTR 出演した。またレーザーラモン RG がモノマネをするなど、芸能人が、 テレビ番組などで福田の話題をすることもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。